福岡教育大学付属福岡中学校は福岡市中央区にある国立大学法人福岡教育大学の付属中学校である。福岡教育大学付属久留米中学校や福岡教育大学付属小倉中学校と同じく福岡教育大学の付属中学校である。略称は府中また同じ敷地内に 福岡教育大学附属福岡小学校もある。全校生徒数は約370人。39から42人のクラスが各学年に1組から3組の3クラスずつと、特別支援学級の4組が各学年にある。前期と後期の2期生である。教育大学の附属校として、教育研究と教育実習の場ともなっているので、 しばしば先進実験的な授業が行われる。以前は福岡教育大学教育学部付属福岡中学校と称したが2004年度から福岡教育大学が国立大学法人になるのに伴い解消され福岡教育大学付属福岡中学校となった。2017年に70周年を迎え各クラス2名ずつ生徒会か創作委員を集い作詞を 第3学年が音楽家の学習にて作曲、音楽家教師により編曲を行い、生徒会科、キャンバスを創作。主な進学先は、公立高校では、福岡県立周遊館高等学校、福岡県立筑紫級高等学校、福岡県立博多青少高等学校、私立高校では、福岡大学附属大堀高校など、桜の高唱男女共に革靴着用。 また、交渉も着用しなければならない。制服移行期間中には、夏服、中間服、冬服すべてが着用可能である。運動部分部2005年まで8強化入試で、一時、試験合格者の中から、抽選で合格者を決める方法であったが、2006年から4強化入試に変更され、2007年には、抽選制度が廃止された。 はっきりと存在しない上、定員が内部進学生と合わせて120人と少ないこともあり、入試の難易度は県内でもトップクラスである。また、福岡教育大学附属福岡小学校からの内部進学の生徒も入学試験を受けなければならない。ありがとうございます。